まずは基本的なことをいきたいので、真ん中上の、図書館の普通、図書情報館の普通というところいきたいと思います。会話できます、本は貸し出しません、小説絵本コーナーはありませんってありますね。まず会話できますっていうことなんですけど、図書館ってなんか騒いだら怒られるっていうなんかイメージが。そうですよね、はい、図書情報館怒られません。会話して大丈夫です。会話して大丈夫なんですか、はい、じゃあなんか友達と行ってキャッキャしながらちょっとこれ面白そうじゃないとかって盛り上がってもいいんですか。そうですね、まあ、あんまり盛り上がりすぎるとは思うんですけれども、はいはい、普通に会話はそんな人々じゃなくても普通に棚見ながら、あ、この本いいねっていうような形で会話はしていただいて大丈夫です、はい、あ、じゃああれですね、はい、まあ、本当になんか人と喋る機会があまり図書館っていうのはないと思ってたんで、どちらかというと一人で利用することが多かったんですけど、そういう形でまあ友達と一緒にとか一緒に探し物しに行くみたいなことも全然大丈夫っていうことですね。大丈夫です。あと2階の奥のグループ席っていうところがあるんですけれども、はい、そこは2名様から4名様まで1テーブル座っていただいて大丈夫な席なんですけど、そこもちょっとオープン区切られてるわけじゃない、個室じゃないので、オープンスペースなんですけど、そこももちろん打ち合わせメインでぜひ使っていただきたい席なので、はいはい、会話とか打ち合わせとかしていただけたらと思ってます。じゃあもう本当に調べ物というか資料を探しながら、はい、ここでこういうの載ってたんだけど、はい、こうしようかみたいな、めっちゃみんなうなずいてますね。はいはい、大正解の使い方です。あ、そうなんですね、はい、なんかやっぱり、まあ、先ほどもちょっと言いましたけども、まあ、なんかあんまり喋ってるとこれ結構利用者の皆さんも勘違いしてたりするんじゃないですかね。そのいわゆる図書館の喋ってはいけないところで、あの人たち喋ってるんだけどみたいな話とか。そうですね、やっぱり静かに本読まれる方も結構多いので、うん、やっぱりちょっと気使っちゃう、グループ席でお使いになりたい方も、こんな静かなのに喋っていいんですかって聞かれることもあるんですけれども、はいはい、ぜひ、なるほど、はい、じゃああれですね、まあ、今後利用される方は、まあ、大きい声で騒いでる方はまた別として、普通に喋ってもいい図書館なんだと思って、まあ、はい、利用していただくのが一番いいかなという感じですね、はいはい、でその次ですが、これも結構ね利用したことない方にはちょっとびっくりだと思うんですが、お、大丈夫ですか。いや、なんか、いや、会話できますってなんか変な文章じゃないですか。普通っていうか人としてなんか会話できますって変な言い方じゃないですか。図書館は静かにっていうのじゃないよっていうこと、うん、他の図書館だって別に会話絶対したらダメってことはないんですけど。そうですよね、普通の図書館別に。そうです、ね、でもなんかこう、まあ、どうしても静かにっていう、うん、なんだろう、イメージで人質声にはなるとは思うんですけど、まあ、図書情報館は全然ひそひそ声で話す必要ないですよっていうのをあえて言っている。なるほど。じゃあ普通に図書館っていうものは、まあ、他の方にご迷惑じゃないぐらいであれば喋ってもいい、まあ、施設によるとは思いますけど、静かに読書をしたいっていう方もいらっしゃるのは当然のことだと思うので、なので当館もリーディング席っていうおしゃべり禁止の読むための読書をしてくださいっていうお部屋もご用意はあるんですけど。なるほど、はい、そうか、やっぱり普通がもう分かってないのかもしれないですね、その辺僕の方でも。なんか図書館のイメージっていうのが、そうですね、やっぱりイメージは喋っちゃいけない、まあ喋るんだったらコソ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 っていうイメージだったんで。あとですね、僕あんまり気づいてなかったんですけど、 BGM がかかってるんですか、2階。あ、はい、1階も2階もかかってます。普段かかってるんですね、はい、図書館で BGM かかってることってあんまないですよね。先ほどのなんかしゃべってもいいっていうお話となんか関連してるんでしょうかね、これは。そうですね、話し声とか、はい、まあ、雑音などをマスキングする効果がある、はい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 、かかってると、そのためにかけているんですよね。そうですね。そうですね。ちょっとした音が気になったりしますよね。はい、無音だと。無音だとこうめくる音だとか、はい、ペロシャラ、書く音、あとパソコンのカタカタ、カタカタ、はいはい、と会話。ああ。そのためにかけているんですが、
皆さんどうでしょうちょっと気になるっていう方は逆にいるのかしらって思いながら。どうなんですかね。でもなんか気づかないぐらいだったらもうちょっと音量を上げてもいいんじゃないのかなって。そう、我々は音量を上げたいぜ。あ、そうなんですね。ちょっと静かすぎて、静かすぎるとどうなのみたいな日ありますよね、はいはいはい、会話していいって言ってるのは誰一人として会話してない。この BGM だけが聞こえる。会話しづらいです。会話しづらいですね。もうちょっと上げちゃえみたいな。みんなに聞かれるんじゃないだろうかみたいな。あ、そうですね、うん、はい、ちなみに利用されてる皆さんで音楽がかかっていることに気づいてた方はいらっしゃいますか。音楽別にもうちょっと大きくても大丈夫だよっていうこと。あ、ほぼイコールですね。ありがとうございます。徐々に、ありがとうございます。徐々にですね。まあ、僕みたい、僕は逆に多分そのいわゆるノイズというかいろんな音も気にならなかったし、逆に音楽も気にならなかったんですよ、うん、だからまあなんか、うん、まあ話しやすいかどうかっていうと正直話しにくいなとは思ってたんですけど、うんうん、もしかしたらちょっと徐々に徐々に分かりました、はい、やだ、やだ、ね、まあ、そんなところにもこう気遣いがあるという。